であの時間の続きがありますね。10万円の定額給付金も始動されるだけだ、うん、これはね反発する人かなりいるかもしれませんね。真に強く求められているのは巨額の財政出動控除を必要とするものではない、うん、あのこれも急いで言っちゃいます、うん、マクロ的には家計も企業もかつてない金余り状況にある、うん、これはね冗談じゃないです。うちに金どこにあるんだよっていうふうに思ってる方いっぱいいらっしゃると思います。要するに偏在平均化するではあるのかもしれませんけど偏在してると思うんですよね。国内に目を転じればこれはあくまでもマクロで見た数字ですが家計も企業もかつてない金余り状況にあります、うん、本当に読んでてねふざけんなっていう人いると思いますよ。特に企業では内部留保や自己資本が膨れ上がっており、これもね大企業だけですよ。預貯金現預金残高は259兆円、2020年度末事実でしょうね。事実本当にあるんでしょうね。我々が見たことはないけれども、だからこういうところをなんとかしろよという話ですけれども、コロナ禍にあってもマクロ的には内部留保のうちの現預金が減ってはいません、うん、家計においてもマクロ的には全世帯を所得階層別に5分割したうち最も低い所得階層を含む全ての階層で貯蓄は増えています、うん、僕はここはね異論ある人いるんじゃないかと思うんですよ、うん、それは政府じゃないけど金融広報中央委員会という、まあ、あの事務局は日銀の中にあるんですけど、はい、そこの家計の金融行動に関する世論調査、うん、が行われてて、やっぱ2019年ですけど、はい、大体2人以上の世帯で貯蓄ゼロ世帯が 23.6% で、うん、単身世帯は 38% が貯蓄ゼロなんですね、うん、だからでこの割合どんどん増えてるんです、うん、まあ、こういうところどういうことですかね。だからこれ佐藤マクロ的マクロ的、マクロ的、うん、それは別に、うん、彼もそういうことは知っていて、うん、全部合わせて全部合わせてみれば平均化すればそうだろうと。確かに金余りです。それはものすごい、うん、空前の金余りになってるのは確かです。実感が全くないですよ ね、 我々ね。でももう2番目がちょっと僕はこれを驚いたのは内部留保という言葉を使っているところですね。ほう、これはスラング、俗語です。あ、そうですか、うん、なるほど。利益剰余金という意味です、ね、あ、なるほど、うん、だから分からないから、ね、どんなに企業の会計を見てもどこにも内部留保という言葉は出てこないんです、うん、それはそもそも会計学のこんな言葉はないんです。なるほど、うん、それをね、時間が使うのはびっくりしましたね。だって官僚仕事にいる人が、うん、それはやっぱりあるじゃないですか、記者がもダメだから。まあ、記者編集者が、うん、もしかしたら利益剰余金に書いてあるのを書き換えたかもしれない、うんうん、でも本人が目を通してこれであの伝わりやすいだろうと思った判断あったんですね。私の経験では文藝春秋は最終的な原稿は著者には見せません。最後は編集部が決めます。それは何とも言えないな、はい、だから出てみないと、出てみないと著者も、はい、あ、こんな出だしなんだ、どこびっくりしたことがあります。そうですか、うまかったですけどね、それは、うん、まあ、でも内部留保利益剰余金というのは財務省が前に発表してるんですね、うん、で2020年度 の、 あの利益剰余金、うん、まあ、それ通称内部留保なんだけど、うん、保険業と金融業を除いて、うん、はい、それが約484兆円を超えてるんですね、うん、だからそれは確かに財務省の発表はそういう言葉は使ってないんですけど、一般的には内部留保、うん、だから内部留保という、そこはまあ私は非常に驚いたね。官僚の中の官僚である彼がこの言葉を使ったのはちょっと驚きでしたね、うんうん、しかし一方でこれ金余りっていうことですけれども、金が余ってるんだ余ってるんだっていう、これはやっぱり不安の象徴じゃないかと思うんですよね、うん、まあ企業はまとめてなのかもしれませんけれども、まあ投資先はないとか、それからあの一般の人々もまあ消費を減らしているということであって、それは不況になりますよね、うん、そういうことの別の表れではないのかな。個人金融資産も1800兆か1900兆とか、うんうん、はい、あの 前の段階よりか増えてることは増えてますよね、はい、株価の上昇だと思ってね。そうですよね、劇的に増えてますよね。その株価もね、あの本当に事実的なあの上昇なのかっていうと、ね、うん、疑問がありますけれども、うん、